お前引き分けしてみると、言われました。今度はお前引き分けはできるな、引き分けはするけどお前勝てないと言われとるぞと。え、引き分けろと言ったんじゃないですかと。ちょっと喧嘩腰になりましたけども、今まで我慢をしてたの分が打てる打てる、あ、ここ打てると思ったとこでも我慢をしてた、それが手を出したら当たって一本になったと。あとは引き分けようと。指導者としてやっぱりやっていく中でね、やっぱりその基本をやらせるんじゃなくて、やっぱまず師範を示すとかね、そうすると自分にやっぱりどういうか間違ったことできないから、やっぱり自分に厳しくなるわけですね。審査の前は人と話をするわって言われたんですよね。もうその会場で顔は知ってるんですけど、挨拶をしてたまたま会った時ね、で話すなよって言われて、その時にあ、よし分かった、よし今日は話せんとこうと思ってね、うん、で、行ったら奈良田合格したんですね。少年剣道の一番最初の、始めた頃始めた人たちが試合をやると全部しないとしないガチャガチャガチャ、原点はそこかなという感覚があるんで、その中で打ち負けないで打つ